1日5分の作業で何十万稼げましたみたいなやつとかね、買っちゃいました何もなかったみたいな人とかもね、とはね、意味もしっかりとあるんです。それがね、しっかりわかるようになります。あ、そうそう、5つ目がめちゃめちゃ大事、全部大事なんですけどね。はい、ではスメイさんです。今回ですね、詐欺に遭う人は出世する5つの理由とはってことで話していこうと思います。この動画を最後まで見ることによって、この5つの理由と、なんでこれが言い切れるのかっていうのもしっかりと分かるようになります。で、詐欺といっても、まあ、大金を騙し取られたとか、オレオレ詐欺にあったとかっていうだけじゃなくて、例えばネットで見つけたなんか20〜30万の情報商材買っちゃったみたいなとかね、まああるじゃないですか。もうたった1日5分の作業で何十万稼げましたみたいなやつとかね、買っちゃいました何もなかったみたいな人とかもね、当然まあ世の中にいると思うんですね。でも騙されたっていう思ってるのであれば、そこだけが悪いのではなくて、実はね、いい面もしっかりとあるんです。それがね、しっかりわかるようになります。で、この動画を初めて見られた方は、まあそもそもお前が誰なんだ、まあ思う人もいると思うので、軽く自己紹介をします。今現状、私は31歳で会社を経営しています。その会社自体は、自分自身がタッチしなくても、自分自身こう所得が入ってきている状態にはなってます。この YouTube では、まあ今まで培ってきたスキルとか、まあセールスとか商品販売ってのたくさんしてきたので、そういったスキル、テクニックであったり、今ここに行き着くまでに、私自身がこう何が大切だったかなって考えたら、もう全てにおいて、変わり出したきっかけっていうのがやっぱり思考、考え方だったんですよね。世の中の人って、もうとにかく行動しろ、行動しろって言って、もう行動ばっかりを促す人が多いんですけど、ただこの行動を司っている元になっているのは当然その人の考え方思考なんですよね。じゃあこの考え方思考っていうのがやっぱりそこのやりたいことに対して適してなかったら、当然行動もずれて、ってことは結果いい方向にここ進んでいかないんですよ。なので私は思考から人生は好転するっていうテーマのもと、まあ、私の身の回りの人からの相談であったり質問で、こうやって YouTube からのコメントであったり何かしらの相談に対して、そのテーマに沿って動画を配信しています。今全ての方いろんな悩みがあると思います。私自身も当然悩みっていうのは常に出てくるものです。で、その中で全てにおいて解決策っていうのはこの思考から解決することができます。なのでね、こういう時どうしたらいいんだろうとか、どういう考え方があれば今いい状態になっていくんだろうとかってね、いろんな気づきとか学びが私の動画では常に起きてきます。なので興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで話を戻します。じゃあ早速ね、その5つを紹介していきます。1つ目、チャレンジ精神。そういったものに手を出す方っていうのはチャレンジ精神が当然旺盛なんですよね。で、これが何がいいかというと、自分自身の問題に気づいてるっていうことなんです。これどういうことかっていうと、多くの方は自分自身の問題悩みに対して気づいてないパターンが結構多いんですよね。例えばです、給料上がらないなってだけ思ってる人、上がらないが問題じゃなくて、実際大事になってくるのは、じゃあどうやったら上がる状況になっていくのかとかっていう問題を、どういうふうに行動したらいいのかっていうのをやっぱり考えることなんですよね。そこまで行き立ってない人たちがもうほとんどなんです。でもそういったもの、例えば情報商材でも買っちゃったって人は、やっぱりそういった人たちよりも一歩先を進んでるんです。これはもう行動を起こしちゃってるんで、これは事実です。何かしら今の現状を変えようと行動した結果が自分の中では良くなかった方向に行っただけであって、チャレンジをしない人に成功なんかありえないので、次2つ目、あ、そうそう、5つ目がめちゃめちゃ大事、全部大事なんですけどね、あえてこう5番に持っていってます。まあ2番も言います。2つ目、まあ、これはさっきで付随するんですけど、自分の問題をしっかりと把握してるっていうことです。ほんとね、問題に気づいてない人っていうか、気づいてるんだけど何もしない人っていうのが当然めちゃめちゃやっぱ世の中多いんですよね。で、そういう人ってどういう人かって言ったら、もう愚痴言ってるだけの人、文句言うだけの人、自分自身は愚痴言うばっかりで何も改善しないような人たちっていうのはやっぱ世の中にすごく多いんですよね。まあ諦めちゃってるような人とか、けどやっぱり詐欺に遭うような、まあ何かしらの行動を取ってる方、そういった情報商材を買うような人たちっていうのは、やっぱその問題、自分自身が抱えてる問題としっかりとこう向き合ってる人なんです。で、そういったこうしっかりとね、自分のことを考えて行動する、愚痴を言わずにね、だからこそそういった人は出世していきます。3つ目、自信がある。これどういうことかっていうと、例えばね、目の前に自分自身に何かしらの今よりも良くなりそうな、改善できるような何かしらの商品が出てきた時に、自信がない方ってね、買わないんですよ。なんでかっていうと、
自分自身自信がないからなんです。例えばです、情報商材でたった5分で30万稼げましたみたいなやつの動画を見た時に、やろうかな、やらないか、やらんとこうかなとかって思った時に、自信がない人っていうのは、いや、この人たちができたから私ができるとは限らない。自分にはこんなことできないよっつって、やる前の段階ですよね。何かを始める前の段階でもう諦めちゃうんです。自信がない人。でも、一歩進んだ人っていうのは少なからず進んでるんです。なので、これは自信から起きるものなんですよね。出世するにあたって自分自身の自信っていうのは何よりも大事です。自信がない、自信がないって何も行動しないネガティブな人が出世することあります？ないですよね。なので、必ず必要になってくるスキルが自信のっていうのが一つです。次、失敗が財産になる。こう何かを始めることによってうまくいくときといかないときっていうのは常にこれはあるんですよね。これはあなた自身に限ったことじゃなくてみんなそうなんです。で僕なんかめちゃめちゃ失敗してきてるし、で次は同じようなことに引っかからないようにしようっていう形でしっかりと自分にこう刻み込めるわけなんですよね。同じ失敗を二度繰り返す人って名前あんまりいないので、でうまくいったときよりも失敗したときの方が気づきはめちゃめちゃ実は人って多いんですよ。でずっと残ります。で次はこうしていこうっていう形で、今回はそれ時はそうなってしまっただけであって、大事なのはそこでもう次何もチャレンジしなくなるとかじゃなくて、次はこういう風にしていこうっていう形でね、やっぱりちょっとずつ登っていくしかないんです。ただ失敗はもう貴重な第一歩。5つ目、これが本当大事、素直なんです。私ね、実はこれ動画、他の動画でね、もうこんな人は出世するとかっていう動画をね、いくつもこう上げてるんですよ。でその中とこれ結構被ってきてるんです、実は。でその中でも常に私が言ってるのは、稼ぐ人とか出世する人っていうのはもう素直さがもう何よりも大事っていうのを常に言ってるんですね。で素直さがあるからこそしっかりとこう学ぶこともできるし、行動することもできるし、できない人ほど素直じゃないんですよ。聞いたことも全然違うことやっちゃうし、せっかく人がくれたアドバイスも全然話聞かないし、でも素直な人ってどん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 こう自分に吸収していくんですよね。だからね、私が知る限り経営者で騙されたことある人って実はめちゃめちゃ多いんですよ。例えば YouTube でこう有名な人で言うならば、エペゼン地球の社長とかも一回詐欺に遭ってますよね。で僕も実際情報商材っていうものに対して買っちゃった時期あるんですよ。若い子22歳、24歳ぐらいだったかな。素直なんです、とにかく。もう信じるんです、とにかく。なんでかって言ったら、もう自分は何も分かんない、もうバカだってちゃんと分かってる。自分自身じゃどうにもならないって分かってるから素直に聞くんです。だからね、実は経営者の中の共通するものの一つの中で素直さっていうのは実はみんな持ってたりします。ワンマンでね、誰の話も聞かないみたいな人も当然たまにはいますけど、基本的にはみんな素直さを少なからずめちゃめちゃ持ってますって感じでね、この5つは話したんですけど、詐欺には会いたくないけども、実はその情報商材とかを買うっていうのも、すごく実は結果的に自分のためにもなってくるんですよ。でそんな話もね、後半戦にちょっとしていこうかなと思います。それでは一旦終了です。どうも。ちょっと CM。 私の動画は18時から配信で、私の身の回りの人の質問であったり、 YouTube もそうなんですが、ありとあらゆる SNS からの質問からテーマを決めて私は動画を配信しています。もし私の動画を見ている人の中で、こういう時どうしたらいいんだろう、どうやったらうまくいくんだろう、わからないことがあれば、それを質問いただければ、それをテーマに動画を作ります。なので皆さんからの質問バシバシ受け付けます。ついでにチャンネル登録もよろしくね。ってことで続きをどうぞ。ういっす。ということで後半戦話していこうかな。そもそも自分自身がこう情報商材とかみたいなものをに手を出して、あ、やられたって思ってる人もおるやろうし、けどね、結局ね、それをね、どう活かしていくかっていうのがすごい大事なんよね。例えば YouTube 界隈ですごく有名な人で言うならば、個人で生きる道翔さんっていうのは、で、まあ、ビジネス YouTuber でね、こう動画を配信してる方なんですけど、この人はこう与沢翼さんっていうね、ネオヒルズ族でこうテレビとかでもこう結構話題になった人のことをまあ習ってね、まあ、今すごく成果を上げれるようになったと。で情報商材は全てが悪っていうわけではなくて、たとえ内容がもう貸すみたいなものをやったとしても、まあ、ほとんど貸すないけどね、貸すやったとしてもね、でその時にもう二度とこんなんは買わんとこうって思ってしまうと、やっぱりこう新しい情報っていうのをこう入手しなくなっていくよね。でどっちかって言ったらそっちの方がもう世の中リスクで、常に新しいこと、新しいものがこう生み出されてる世の中で、新しい情報をこう止めるってことは、もう自分がこれからやることがもう停滞もしくは衰退しかないんよね。もうプラスがないんよ。要するに俺がね、初めてその情報商材っていうのを買った時に、まあ言うたら貸す内容をやったんやけど、でも俺一つ思えたのは、あ、
こんなカスみたいな内容でも20万30万で売れんねやみたいな、じゃあ俺もっとええの提供できるかもしれんっていうふうに俺も普通にシンプルに思ったんよね。大事なのはそうやって分析する。例えばランディングページって言ってね、こう文章がわーってあって最後セールスが入ってるようなやつとかも、自分自身はこうどこにこう興味が湧いて、なんで欲しくなって、なんで買うまでに至ってしまったのかっていう部分をやっぱ分析するっていうのはすごい大事なのね。商売っていう目だけで見た時に騙すのはこれは肯定するわけじゃなくて、どんだけいい商品持ってたりとか、こう飲食店とかではね、どんだけこう美味しい料理を作ったって、もうお客さんが買ってくれへんかったら意味ないね。お客さん来へんかったら売り上げにはなれへんし、でそうなってくるとさ、結局もうただのどこまで行ってもこう自己満足みたいになっちゃうんよね。だから俺はずっとこう動画でも上げてるんやけど、何が最強かってさ、売る能力、最初は多分ちっぷんかんぷんやと思うよね。そういうの文章とか読んでみても何がいいんやろ、わからんとこばっかりやと思うんやけど、けどいろんなこうランディングページとかそういったまあ情報調達いくつも見てたら、やっぱ共通する場所ってやっぱ出てくるのね。もう文章の構成の仕方とか、どういったところが自分の中で安心ポイントにつながったのかとかっていうのは、一つ一つ実際はすごくあれ細かくちゃんと作られてて、あれ一つもね結構作るってスキルいるんよね。やっぱ世の中ね、もう被害者になったら負けなんよ。勝ち負けって、勝ち負けでもないんやけど、やっぱり結局どこまで行ってもこう勝ってしまったのは自分であって、要はそれを判断する能力自体がなかったっていう、要は当然自分の落ちてもしっかりとあるんよね。でしかもそれが誰一人結果出てないんかって言ったら、多分実際はそうじゃなくて、多少なりとも結果出てる人も多分おるし、それを生かして次に生かしたような人もおるやろうし、結局やっぱりその選んでからよね、そういったものに手を出してしまって、その次のステージ、結局もう二度とこんなことやるかっていく人で、そこで結果を残せる人で、それを生かして自分の何かしらのビジネスに展開していく人って言って、やっぱりここにもやっぱり分かれてくるんよね。せっかくはこう僕の動画とかを見てくれてる人、特にここまで見てくれてる人とかやったら、やっぱ少なからずこの2個目か3個目のどっちかには行ってほしいかなと思うね。被害者にならずに、やっぱ矢印をその商品が悪いって言っちゃうと、やっぱり自分がまた痛い経験するし、だからこそ矢印を自分の方に向けて、自分の自己成長のために、でプラス伏せて新しいことにチャレンジしたことっていう、そのこと自体にやっぱり自分自身に対する肯定を褒めることよねっていうのは、やっぱりしっかりして、で次はって言って、もう経営とか副業とかのジャンルもそうやけど、もう失敗ばっかりやからね、基本的には。次こそはみたいな。でもそれと繰り返しで、結局みんな結果残す人って、そうやってやっぱ残していくんよね。で、初めてそうやってね、商材を買っちゃった人に対して一つ言えるのであれば、たったつまずき一やん、としか俺はもうやっぱ思えんのよね。で、俺もこう数々、情報調査以外にもこういろんなこうコンサル受けて、で、コンサルの中でもやっぱり、すごく良かったし、めっちゃ感謝してる部分やつもあれば、ほんまにこれなんで受けたよみたいな感じのコンサルもやっぱりあったし、全てにおいてね、どの職種においてもやっぱり正解はないし、で俺自身はそう感じにくかっただけで、他の人はすごくそれが良かったって思ってる人もやっぱりおるやろうし、だからね、こう卑屈にならずにどんどんチャレンジしていく、でその習慣癖をつけていくっていう風に進んでくれたらいいかなと思いますって言って、俺もまあ騙されてるけどね、でもそれでも行くんよって感じで、今日はこれで終わるかなと思います。